ミノタウロス像ミノタウロスと戦うテイセウスミーノータウロスはキリシア神話に登場するゴズ人神の怪物である。クレータ島のミーノース王の妻パーシパエの子、長母院を省略してミノタウロスとも表記される。ミーノータウロス伝説の舞台となったクノッソス宮殿神話によるとミーノース王はクレータ島における王位についた後、クレータ島の統治をめぐって、 ミーノース王とその兄弟で争いが起きた。そのため、ミーノース王はポセイドオンに祈り、神が支持していることの証として、美しい白い王子を送ってほしいと願う。後で生贄に捧げるという約束をミーノース王にさせた上で、ポセイドオンは王子を与える。しかし、王子の美しさに夢中になった王は、ポセイドオンとの約束を違え、 別のお牛を生贄として捧げ、白いお牛は自分のものにしてしまう。これに激怒したポセイドオ,オーンは、ミーノース王の子、パーシュパエーに呪いをかけ、子が白いお牛に性的な欲望を抱くように仕向ける。悩んだパーシュパエーは、名荒のダイダロスに命じ、密かに雌牛の模型を作らせる。そして、彼女は自ら模型の中へと入って、お牛に接近し、思いを遂げた。 結果、パーシパエは、牛の頭をした子供、ミーノータウロスを産むこととなった。星、来光を意味するアステリオスと名付けられるが、ミーノース王の牛を意味するミーノータウロスと呼ばれる。ゴモイチによると、アステリオスという名は、ゼウスの別号である、アステロペーテスと同じ名であるという。ミーノータウロスは成長するに従い乱暴になり、手に負えなくなる。 ミーノス王はダイダロスに命じて迷宮を建造し、そこに彼を閉じ込めた。そしてミーノタウロスの食料として、アテーナイから9年ごとに7人の少年、7人の少女を送らせることとした。アテーナイの英雄テセウスは3度目のイテニエとして、自ら志願し、ラビュリントスに侵入してミーノタウロスを倒した。脱出不可能と言われたラビュリントスだが、 ミーノース王の娘、アリアドネーからもらった糸玉を使うことで脱出できた。ダンテの新曲では地獄編に登場し、地獄の第六件である異端者の地獄において、あらゆる異端者を痛めつける役割を持つ。この怪物の起源は、かつてクレータ島で行われた祭りに起源を求めると、する説がある。その祭りの内容は、牛の仮面を被った祭司が舞い踊り、 何頭もの牛が当たり一帯を駆け巡るというもので、中でもその牛たちの上を少年少女たちが飛び越えるというイベントが人気であった。また、古代のクレータ島では実際に人間と牛が交わるという儀式があったとされる。画家パブロ・ピカソは1933年頃から作品のモチーフに好んでミーノ・タウロスを取り上げている。 男を殴り殺し、女を凌辱し快楽の限りを貪る。この怪物に、ピカソは、共犯者意識を持ちつつも、倒されねばならぬ絶対悪の役割を与えた。自分の辿ったすべての道を集約するなら、それはミーノータウロスにつながるとの趣旨の言葉すら、残している。文庫版、キリシャ神話が新潮社館、1979年、42ページ、ピカソ愛と苦悩から、 ゲルニカへの道展図録朝日新聞社館ありがとうございます